おはようございます。高井美希です。和歌山市に来ています。今日は18歳で画期的なミキを開発し、半世紀以上アパレル業界の製造現場を支えてきたリーダーに迫ります。その男は紀州のエジソンと呼ばれる。伝説の始まりは手袋を自動で編み上げる機械。コンピューター制御の編み機のシェアは世界でトップ、国内では9割以上を占める。なぜ成し得たのか。今までにないような編み機、それで時代にマッチするような編み機、世界にないものを作ったのに。圧倒的な支持を得るのは、縫い合わせることなくニットウェアを完成させる技術。今や世界を席巻するファストファッションブランドから超一流ブランドまでもがこぞって導入する。従業員およそ1900人、売上500億円を超える。グローバル企業に成長したが、メイドインジャパンにこだわり、本社は和歌山に置く。常に挑戦を続けてきた人生。真似はするなが口癖だ。80歳を過ぎた今も発明家魂を燃やし、常に新しい編み機を模索する。一代で大企業に育て上げたリーダーを追った。日本を代表する編み機の会社、島製機です。1階ロビー、いろんなものがありますね。こんにちは。こんにちは。毎日放送の高井と申します。今日はよろしくお願いいたします。島でございます。よろしく。なんだかあの1階、本社の1階なんですが、ありとあらゆるものがありますね。まずこちら大きな額なんですけど、これは何という言葉になるんですか。これは愛機創動。今 AI とかそうなりますが、これはやっぱり人間でなきゃできない。仕事を愛する、そういうな情熱、そしてやる気を出さなかった。そうすると気がなんして元気になっていく、活気につながっていく。そういうふうなスパイラルに回っていくと永遠に伸びて増えてくる。そういうのなんで愛機創動。そうなんですか。それはまあ島さんのその座右の銘でもある感じなんですか。これはもう創業からね。創業からずっと。じゃあもうご自身の生き方に通じる感じですね。そう経験してきたことを。でもなんかあの辺になんか像も、考える人の像とかもあるんですけど。そうそう、これロダンの考える人ですよね。これでは本当のオリジナルでね。これオリジナルなんですか。じゃあレプリカじゃなくて本当の。本当の。そうですか。先ほどの愛機創動と同じようにね、ロダンはやっぱり人間、考える動物である、そういうような何でしょう、それで考えなさい、それで飼ったんですけど、考えてるけどもすぐに動けないんでね、ずっと考える、ずっとこのまま固まってますもんね。これではいかん、それで考えたらすぐにこのビッグハンド、ビッグハンド、あのあちらの手ですね、ボテロのビッグハンド、ニューヨークにあるっていうんでね、それでいくらかかってもいいからって言って、それでこれを取り寄せて。じゃあこの考える人とあのビッグハンドは意味としては連動してるっていうことですか。つながりがあるんですね。それで考えたらすぐ行動に移せ、そういったら定義があるでしょ。そういったら今の AI やっちゃって言うてもね、AI の代わりに考える人できてもやっぱりすぐ行動に移さんといかんです。そして行動に移しても感性がある、デザインがいい、色がいい、性能がいい、そういうようなことでなかったらやっぱり満足できないんじゃん。それが全部つながってる。なるほど。島さんもそうやってずっとやってこられて、これずっと、今も10代の時からそう。1995年、世界最大の繊維機械見本市でそれは披露された。東洋のマジックと称賛されたという。通常ニットウェアは
前身頃、後ろ身頃、袖といったパーツを縫い合わさなければならない。だがホールガーメントは全く縫製することなく立体的に編み上げる。これだと型紙は必要なく、パーツを裁断した後のカットロスを防ぐ。発売から24年、1万台を出荷した。これが全部そのホールガーメントっていう機械なんですか？全部？実際にこれちょっと機械動かしてみていただけますか？これ。あれ？すごい動く。ここだけで動くんですか？これね。すごい。あ、これもう編んでるんですね。もう編んでる。なんか糸がどうなってるのかさっぱり素人には分からないんですけど。ここから。あ、あったあった。はい、あ、これです。この白い。そうそうそう。これは？この中に入ってってるんですか？早い、目がついてるですね。ああ、今ここに見えました、見えました。それで向こうの糸を連れてきて、ね。じゃあここでこう中でこう編んでるんですか？そうそう、編み上がってもうすぐ落ちてできたら落ちてきて、これでもう完成ですね。こう、そうしたら、はい、ここのところの裏返しても縫い目が全くないです。本当ですね。普通こう両脇にこうありますもんね。それがないのがホールガーメントの特徴なんですね。はい、24年前にね、ミラノで発表して、これはもう東洋のマジックっていう、そんな感じで。ここの縫い目がないということは、これはどう画期的だったんですか当時？もう普通はね、はい、あの生地を編んで、それで型紙通りカットするんですよ。そうですね。カットすると立ちくず無駄になるでしょ。糸だけで最後まで捨てるとこ全くないでしょ。そっか、もう全部。そうですね、もうこれぐらいちょっと聞いたらもうあと完成ですね。そっか、普通だったら裁断してこう切って捨てる部分がこう生じるのが、まあ、海外でもいろんな編み機の会社ありますけれども、島製機の一番の強みはどういったところですか？常にエバーオンワードの、エバーオンワード、常に電信、まあ、自転車でも止まったら倒れるでしょ、はい、常に漕いで行ってるとまっすぐ、そうような形で常に前進していく、そうような感じ、はい、常に前進した結晶がこれなんですね。それでお客さんが喜んでくれる値段が適当な価格で、はい、無縫製で、そして新しいものができるとなったらお客さん喜んでる。1937年、和歌山市に生まれる。父親を戦争で亡くし、辛酸をなめた。生活のために手袋を編む母親の姿を見て楽をさせたいと、16歳で手動の手袋編み機を作る。24歳で会社を立ち上げる。目指したのは手袋編み機の全自動化。それから半世紀以上、数々の発明品を世に送り出した。バンザーイ！バンザーイ！バンザーイ！ありがとうございました。どの製品も我が子のように愛おしいという。だから出荷するときは実に盛大。創業当時から変わらぬ恒例行事だ。開発した編み機は60機種以上。比類なき発想力で新製品を生み出してきた。4人で始めた会社は1000人を超え、1990年、高さ45メートルの本社ビルが完成した。創業者だからといって特別な部屋はない。今も社員たちと机を並べる。会長になっても続けていることがある。それは工場の中を歩き回り、従業員に声をかけること。また入れ作るとね、ちょっと入れ違いになって部品違うもんつけたとやったら、お客さんの立場に立ってやって、まあ、そんななんで、いろんな工夫してやってください。82歳になった今も製造現場に妥協はない。本社ビルの一番上に
お邪魔したらこんなレストランになってるんですか、ここ。はい、こう普段どういう場所として使ってらっしゃるんですか。やはり海外のお客さん、国内のお客さん、そういうようなお客様、それで研修に来てる人は食堂で、しかしもう短期で帰られる人、それはここで食べていただいて。はあ、そうですか。今日はありがとうございます。この前はまた何か志麻さんのお好きなこだわりのワインなんです。これはブルゴーニュがね、やはり一番美味しいんですね。そうですか。女性にも合う。ちょっと色がエレガントでしょ。綺麗ですね。ボルドだったらちょっと血のような感じ。なるほど。じゃあいただきます。美味しいです。お父様が戦死されて、やっぱり相当苦労されたんでしょうね、小さい頃は。貧しかったね。もう肉の匂いだけで、それで夜学行って、そうやった。その18歳の時に、はい、肉の匂いばっかりでしょ。もうでも育ち盛りの時に、まあ、戦中戦後ですから、物のない時代ですもんね。匂いだけだったら余計、それでやっぱりお金儲けせんといかんのに、発明せんといかんな、それで発明したのは肉を食べられるように発明して、はい、そうなんですか。事業して儲けんと食べられないから、それで会社を起こした。おいしいもん食べなんだらね、ええ仕事できないでしょ。それを続けようと思ったら、はい、やっぱり新しいもん考えて、新しい技術、はい、そんなもんにつながっていく。2年前に息子さんに社長さん譲られまして、今会長職つかれてますけれども、社長時代と会長時代って日々の生活何か変わられました？いや、会長になったらね、余計忙しくなる。発明協会の会長してくださいとかね、いろいろ役を持ってきてくれるから、やっぱり今までお世話になったから、やっぱり還元できるようにね。これホールガーメントで、ちょっとお気に召すかどうか分かりませんが。あ、私にですか。はい、ホールガーメントで今下で見せていただいた機械ですよね。はいはい、それでパッと見たら大体サイズ分かってすぐにできる。いいですか、見せていただいて。はい、じゃあ開けさせていただこう。なんだ、わあ、綺麗な色。あら、これはニットですね。はい、ちょっと縫い目がない、ね。縫い目がない、はい、ワンピースを。ちょっと広げていいですか。じゃあ。うん、こんな感じ。わー、でもシンプルで綺麗です。本当ですね。ここないですね、横に縫い目がないですね。これでも、じゃあせっかくだったら私は今から着替えさせていただいていいですか。どういいですか。じゃあちょっと、じゃあその間どうぞゆっくり飲んでらしてください。はいはい、じゃあちょっと着替えてきます。島会長いかがでしょうか。今着てみました。あ、はい、いかがですか。軽いです、確かに。着てみて分かりますね。あと、なんか本当こう、もうおっしゃったみたいに、この縫い目がないので、なんか本当になんか一枚の布をまとってるみたいな感じで。モデルがいいから余計。シニアモデルとして。ありがとうございます。じゃあかけさせていただきますね。軽いでしょ。そうですね、軽いのと、本当にこれ結構割とこう体にフィットするデザインなんですけど、縫い目がこうやっぱ当たらないので、本当にゴワゴワするところが一切なくて、着心地いいですね。もともとその会社の起業されたのはおいくつの時でいらしたんですか。ね、会社作ったのは昭和36年ですね。はい、三新世紀株式会社時点で、それでその時に今の社長が生まれて、はい、あ、息子さんが、それで会社作り、子供作り、お金を一つも持ってこないって言って、それで結婚して間なしやったけども、はい、叱られて、作るのは会社作り、こんなん、それでお金は一つも持ってこない。もともと10代の時に特許を取られましたけれども、トータル今までその志麻さんの人生の中で
取られた特許っていうのはいくつぐらい終わりなんですか。取ったあの特許は650ぐらい。650。それで上場した時にみんな発明するように、うん、中層の社員にできるようなコツを教えるように、はい、チーム作ってね、はい、でこういうふうにしなさいって言ってそうやってできたら、そのチームで活躍した人の名前を何人かでグループの名前に発明者、うん、そうするとまた自分の発明したもんが今度事業になるっていう、また一生懸命頑張るんですよ、はい、そういうふうにして、まあ、そんな自分の発明したやつと今までのやつ行くと1200件以上、トータルで1200件以上ですか。それとエイジソンが1180でしょ、はい、障害のさあそれを追い越したエジソン超えました。本物のエジソンを機種のエジソンが超えちゃいましたね。まあ、今までいろんな機械を開発されてこられましたけれども、やっぱりあの一番苦労されたっていうのはどれですか。そうですね、その時の借金がね6000万あるわけですよ。ただ今のお金になったら10億以上の。絶対絶命のピンチが訪れた。借金6000万円払えないと会社はお手上げだ。さあどうやって乗り越える。6000万円の借金を抱え会社は倒産寸前。その時発明家魂に火がついた。不眠不休で新しい機械の開発に取り組む。1964年ですか、あの手袋の全自動の編み機は苦労されたと思うんですけれども、シームレス手袋編み機っていうそういうのなんで、商社に30万円で販売して、そしたら商社が販売するのは75万って言って。そうなんですか。そんなむちゃくちゃでしょ、むちゃくちゃやからね、30万円だったらまあ 30% 取ってまあ39万とかね、そのぐらいにしたら買いやすいですよって言うたら、値段つけるのは売り主の勝手やって言って、あら、そしたら、ああ分かりました、作るか作らんかっていうなりはね作り主は決めるのでね、うん、もう作りません。お宅には、お宅には作らない。買ってもらうに越したことはないんですけれども、もうじゃあもういいですと。でも買ってもらわなくてもいいって、そうです、そんなところ売りませんって言って、っておっしゃったんですか。その時の借金がね6000万あるわけですよ。6000万、当時の金額ですよね。昭和39年の時の6000万やったら今のお金やったら10億以上の、6000万円の借金があるので、その何も作らないと年を越せないわけですね。結構もう崖っぷちですよね。もう崖っぷちっていうよりかもうむちゃくちゃ、それだけの6000万の借金あってポンと切ってもってね、はい、それで作り出す。それ作るのに頭に図面を書いて、頭の中でイメージってことですか。それで寸法も何も計算して覚えて、じゃあもう12月はもうただひたすらその全自動の手袋の編み機のために一睡もせず立ちっぱなしで、それで31日の3時にボタンを押したらちょうど計算通り2分15秒で1枚ポンと。すごいですね。もうその時の光景ってやっぱり忘れられないですか。全自動手袋編み機で、まあ、苦労した甲斐あって大きな成功となりましたけれども、それ以降に会社の大きな転機っていうのは何かありましたか。手袋みたいなね、そんな1年2年でね、うん、すぐ線香花火みたいなんですぐダメになるって言って、うん、それでその次に襟編み機、このポロシャツの襟、あそれ、ま、ニットの、あそうですね、これまさにこの襟1枚編むんと両袖前身後ろ身編むんと、はい、編み賃が同じ値段、そのぐらいこれ難しい。襟だけでそれだけ高かったんですか当時。編み賃が、襟編み機を開発されるのに難しかったところはどこなんですか。この書いてたら何やからね、こういうふうにしてね手でこの目をこっちに移すっていう、それで、はい、こう向きに今度動かしてこの目をこっちに移す、そしたらこういう順番に移っていくでしょ。じゃあ考えられるときは指で考えるんですか。なんか素人にはさっぱり分からないんですけど、やっぱり分かる人が聞いたら分かるんですねこれ。それで僕はこうやってね一生懸命できそうになってきたら嬉しそうにするでしょ。
そしたらみんなね、はい、会社の人とか近所の人とか、島さんちょっと頭おかしいなったのこうやって喜んでるじゃあでも分かる人が見たら、あ、島さんまた始まったっていう感じなんですね。そんな会社が大きくなってきますと、例えば工場とかをアジアであったりとか、まあ、人件費とか土地の安い国に持っていく会社も結構あると思うんですけれども、島世紀製作所はそれをせずにもう全部ここの和歌山ですよね、工場が、はい、それはなぜなんですか。まあ、第一にね、この魂込めて作り込む、やっぱり自分とこで部品を全部作り込むっていう、そんな感じで、それもやっぱり和歌山にこだわって、それは今後も変わらないんですか。今後も変わらないと、地域の、まあ、パラバイで戦闘いかん。島さんは常に周りにないものを作り続けてこられましたけれども、会社の若い技術者の方たちにはどういったアドバイスされてるんですか。ないものを作れ、発明しようとかいいものを作ろうとかったら、うん、ハングリー精神でなきゃいかんって言って、うん、島関製作所ではできないっていう言葉は禁句っていうふうに言われてる。そうですね、はい、やりたないんでしょって言って、やる気ない、やる気出るように、はい、その仕事を愛して情熱燃やしたらだんだんやりたくなるでしょ。なかなかこう発明であったりとか新しい商品の開発っていうのはやってもやっても壁に当たったりであるとか失敗することの方がまあ多いですよね。それはね、やっぱり失敗するから成長するんです。失敗は成功のもと、失敗から生まれるものもあるっていう、もうそれが大きいんですね。ひたむきなものづくりへの思いは80を過ぎた今も変わっていません。真似はするな、できないは禁句と若い人たちに言います。そんな島さんの目指す先とは。2年前にオープンした保育園、実は本社の敷地の中にある。おはよう。従業員専用で利用料は1ヶ月3万円、35人の子どもたちを預かっている。女性の従業員は会社全体の 25%、 およそ300人、今や欠かすことのできない貴重な戦力だ。柔軟な発想、しなやかな感性でこれまでにないニット製品の開発に取り組む。今年4月、発明家の卵たちが和歌山に集まった。子どもたちが自らプログラミングした自立ロボットの性能を競う大会。世界にないものを作り出す喜びを子どもたちに味わってもらいたい、そんな思いを込めて大会を支援している。最後に聞いた島会長が考えるリーダーとは。リーダーとはやはりないものを作り出して、それで経験したことをやはりみんなに伝えてやっていく、そういう力が一番大切だと思います。